ライトトレーラー。ライトトレーラーとは、キャンピングトレーラーなどの軽量なトレーラー、非牽引車両の通称。自動車に牽引させる目的で作られた車両で、自動車と切り離した状態では、自力で動く能力はない。ライトトレーラーは、センターアクスル式フルトレーラーが多い。大型トレーラーと比較して、簡易な主ブレーキが認められ、接近式や完成式になっていることが多い。 連結装置も小型簡易で、垂直耐荷重はあまり大きくない。そのため、重積載向けの大型貨物トレーラーとは別分野の存在といえる。運送業務での利用は少なく、個人のレジャー目的、主に小型モーターボート、水上オートバイ、分解したグライダーなどの輸送用と、キャンピングトレーラーのものがほとんどである。日本では、 ライトトレーラーの中でも、総重量 3500kg、総重量 2000kg、総重量 1500kg、総重量 750kg を区切りして、扱いが異なる。日本国外ではこの例に当てはまらないものがあるので、本校は日本国内の事情に限定している。なお、二輪の自動車や原動機付自転車による、リアカーその他のトレーラー類の牽因については、 オートバイ用トレーラーも参照。軽車両等による牽引はサイクルトレーラーを参照。公道での使用にはナンバー登録が必ず必要である。唯一例外として、原動機付け自転車、原付きでリアカー等を牽引する場合は付随者扱いとなり、等価類は必要なもののナンバーは不要である。このことがライトトレーラーにはナンバーがいらないとの誤解に。 つながっている。ナンバー交付を受けずに、行動で使用すると、無車券運転、無保険運行等になってしまう。ナンバー交付のためには、自賠責保険の加入、自動車重量税、自動車税の納付義務があるが、金額は、通常の自動車と比べて安い。また、ナンバー交付を受けていても、牽引者、非検員者の車種の組み合わせや、牽引装置の基準が、 下記に列挙する基準に合致しない場合や、組み合わせが合致していても、牽引車、非牽引車各車両の基準を満たしていなかったり、制動性能の不足などがあれば、道路交通法違反、牽引違反、原付牽引違反、整備不良となる。行動を走行可能なライトトレーラーでは、鳥意式フルトレーラーとポールトレーラーは見られない。セミトレーラー、アメリカ製。 キャンピングトレーラーなどは、トラクターに1割以上の大きな荷重がかかるが、トラック2台の5軸より前にフィフスホイール、第5輪を設置して登録した実例がある。常用のライトトレーラーは、車両総重量 2000kg 以上という規定がある、ため、極めて稀な存在と言える。2000kg から 3500kg のキャンピングトレーラーなどで、 乗車定員が車検証に記載されることは、法令上は、不可能でない。黄色480ナンバー、K の貨物と、黄色880ナンバー、K の特殊で2年車検、白色400と100ナンバー、小型貨物、普通貨物は1年車検になる。白色800ナンバーの特殊用途自動車は、構造用途によって1年車検、運搬用途2年車検、作業用途がある。 この中には、軽自動車、4輪 250cc を超えるオートバイと、サイドカー、ガワ付けオートバイで、牽引可能な軽量トレーラーも含まれている。トレーラーは、車検付きのものになる。軽2輪、ガワ付け軽2輪、小型特殊自動車で牽引する場合、トレーラーは、法令、道路運送車両法施行規則第35条の2条、検査対象外軽自動車となる。 実際には、全長3.0メートル、全幅1.3メートル、全高2.0メートル、360cc 時代の、軽自動車規格に収まるような市販トレーラーは、少数派である。車検はなく、自賠責に入った上で登録、届けでして、ナンバープレイを受け、運行可能になる、軽二輪とほぼ同じシステム。なお、車検があるトレーラーを、 軽二輪等の車検がない自動車で引くことは、機器が適合しかつブレーキ等の条件が満たされれば、差し支えない。牽引車の重量が不足すると不安定で危険なので、自ら重量を検査し、牽引車の半分以下の重量にしなければならない。原動機き付け自転車、125cc 以下の二輪のもの、およびミニカーで牽引できる車両は、付随者扱いとなり、 専用の牽引装置により牽引専用のリアカー等を牽引することが想定されている。付随車には交付されるナンバーはない。ただし、後部反射器は必要。赤色で1.5センチメートル以上の成立三角形と小ぶりのもの,の。最大積載量5トン超、または車両総重量8トン超の車両に交付されるナンバーのため、ライトトレーラー枠では存在しない。 このナンバーを使う大型トレーラーについては、牽引自動車を参照。ライトトレーラーを牽引する際には、陸運支局で以下のどちらかの手続き、記入申請が必要になる。いずれの申請方式も、軽自動車等の軽量な自動車では、ブレーキ能力が満足していても自動車の重量不足で連結検討が通らない場合がある。安定した牽引には引っ張る。 側の自動車の重量が重いことが慣用で、車両重量の半分以下が安全な、ライトトレーラー総重量とされている。また、車検証に、記載の牽引重量よりもヒッチの許容重量の方が、低ければ、それを上回った牽引をしてはならない。総重量が 750kg を超えるとレーラーは、例外なくブレーキ装置が必要となる。パーキングブレーキは必ず必要。 通常のドラム式やディスク式の他に、チェーン式、ロッド式、タイヤストッパー式もライトトレーラーでは認められている。原付牽引による付随車、リアカー等は付随車を連結した場合に、原付単体の制動性能を満たす場合は、ブレーキは不要となる。軽自動車など幅の狭い車で、小型や普通のトレーラーを牽引する場合などで、 牽引車の幅プラス30センチメートルを超える車腹のトレーラーを牽引する場合はアウターリアビューミラー、フェンダーミラー、ドアミラーの延長が必要になる。この場合トレーラーの外側プラス25センチメートルまでミラーを延長できる。原付きがそれより幅の広い付随車を牽引する場合も同様である。詳細は法令。 保安基準の細木を定める国示等を参照。上記のことは原則、検印者、非検印者の種別に関わらず全て同じである。ただし、原付検引による不随者は、全部反射器、車服等、交代等、番号等、ナンバーがないため、側面反射器は不要である、微等、青度等、後部反射器、方向指示等は原則必要。 125cc 以下の原動機付自転車やミニカーでリアカー等を牽引する場合は、不随車といい 120kg までの積載が認められている。これに対する牽引免許は必要ない。トレーラーの車両総重量が 750kg 以下の場合は、単に非牽引車もしくは重非牽引車に対して軽非牽引車。 国際免許証の記述といい、牽引免許がなくとも、牽引者の単体の免許だけで牽引できる。国際免許証の記述に、経費牽引者とあるが、これは、ライトトレーラーと同義ではない。トレーラーの車両総重量が 750kg を超える場合は、重費牽引者といい、牽引免許が必要になる。ただし、道路交通法では、自動二輪、普通、 大型と原付きは、重被牽引者の牽引は認められていない。また、小型特殊免許のみの者が運転する、小型特殊自動車では、重被牽引者の牽引は認められていない。法が想定していない。道路交通法85条4。トレーラーの車両総重量が 2000kg 未満の場合は、限定牽引免許、通称ライトトレーラー免許でも良い。 高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行の区間、暫定に車線区間等や、途半車線、自動車専用道路、一般道路においては、一般の自動車と同様に、法定最高速度は、時速 60km である。なお、付随車となるオートバイ用トレーラーについては、最高速度が異なるため同項目参照のこと。高速自動車国道の本線車道のうち、 対面通行でない区間での法定最高速度は以下の通り。なお、一部の高速自動車国道や自動車専用道路で法定最高速度よりも引き上げられている区間、自線道で100、高速国道で110などについては、現状、車両の種類、牽引の補助標識により区分されている。牽引の定義は、重非牽引車を牽引している、牽引自動車、 道路標識、区画線及び道路表示に関する命令別表、第2の尾行1-6であるため、法令の適用は次の通りになる。なお、不随者を牽引する原付等はこれらの道路を通行できない。ただし、車両総重量 750kg 以下のトレーラー牽引自動車であっても、最高速度は状況に従い時速 80km 以下に抑制し、 原則として第一車線だけを通行すること、口述が安全上強く推奨される。高速道路等、高速自動車国道や自動車専用道路における以下の車両通行帯規制は、重非牽引者を牽引する自動車が対象であるため、車両総重量 750kg 以下のトレーラー牽引自動車は対象外ある。なお、規制詳細は、 車両通行帯を参照。牽引車に取り付ける牽引装置、ヒッチは市販品が数多く取り揃えられており、多少の加工で自動車の車体に取り付けられる。保安基準の指定部品のため、溶接やリベット止めをしなければ、車検も問題がない。ヒッチ部品には必ず垂直と全体の共用荷重が設定されており、 車検証に記載されているからといってこの重量を紙内でいると連結部分や自動車本体の破損が起こり結果的に大きな事故につながることになる。万が一カプラーが外れた時のために安全チェーンを2本かけられる構造になっている。使用しない時にはピン1本で先端を取り外しできる構造のものもある。ライトトレーラーで最も一般的な連結機。 牽引車の後部にサブメンバー、ヒッチメンバーを介して、ヒッチボールを取り付け、そこにトレーラーのカプラーを上からはめ込みロックする。その位置からバンパープルとも言う。2インチボールと50ミリボールはサイズが近いため、混用しやすいが、外れや異常摩耗につながるため、同じサイズのボールとカプラーを組み合わせる必要がある。ヨーロッパタイプのトレーラーでは、ボールサイズは50ミリ。 ドローバーとボールが一体化したマルクレシーバーのスワンネックタイプが多い。重量のない小型乗用車での牽引を想定していることが多く、ヒッチ荷重は軽く設計され、カプラーに接近式完成ブレーキが取り付けられていることが多い。ヒッチ荷重が課題な場合は、カプラーの前後可動部分が破損する恐れがある。アメリカタイプのトレーラーでは、ボールサイズは4種で、 3インチ、2.5、16インチ、2インチ、1.7、8インチ。日本国内では2インチが最も普及している。レシーバー、脱着式、ボールマウントを差し込む部分は角軸が使われる。主に電気式完成ブレーキが使われ、接近式と違いカプラーに前後可動部分はない。重量のある丈夫な自動車での牽引を想定していることが多く、 トレーラーの車軸がやや後方にあって、ヒッチ荷重が2割程度になるものもある。しかし、ヒッチ荷重が増すほど牽引車の前輪を持ち上げてしまうため、それを押さえつけるウェイトディストリビューションヒッチを使用しないと安定走行が難しくなる。WD 仕様を前提にすると、牽引車には頑丈なフレーム構造が必要で、本格 4WD 車やアメリカンピックアップ等、車種選びが、 限定的になる。アメリカ系のキャンピングトレーラーでは、大型トレーラーと同じ規格の連結器を使用しているものもある。この場合、ピックアップトラックの荷台に大型軽印自動車と同様のフィフスホイール、逸話を固定し、その上にキングピンを連結する。キングピン直径には2インチと3.5インチがあるが、2インチが主流。グースネック式のように、 キングピンを低く設置するタイプもある。軍用系車両、工事用車両、農耕用車両では、旧来から使用されている。牽引車のピントルフックのラッチを開き、フック状の上にルネットアイを引っ掛ける。ラッチを閉じてロックする。ルネットアイはドローバーが回転可能なものもある。ボール荷重、単荷重とも言う。5TH ホイール式や、グースネック式などは、 牽引車の後輪よりも前にトレーラーの重量をかけられるため高荷重でも安定を損ないにくい。それらを除けばカプラーにかかる垂直荷重はライトトレーラー全体の重さの1割前後が適切とされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。